reach beyond Australia. Our programs on this frequency will commence shortly. Reach beyond Australia. Our programs on this frequency will commence shortly. Beyond Australia welcomes you to this Japanese language broadcast. HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノドラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今年はいつもの日本フライの旅が実現できず、皆様とお会いできないので、Zoom ミーティングでお話しすることにしました。8月にその第1回が終わり、9月はこの12日正午から行われました。今日と明日のこの時間は2回にわたりまして、その時の様子を皆様にご紹介したいと思います。今日はまず電波新聞社から大橋さんと太田さん、そして新潟出身で今は東京にお住まいの小原さん、それから HCJB にワーキングビジターとしてお手伝いに来てくださった水野智子さんがお話しくださいます。画面に映った姿を見ながらいろいろな話題をお聞きすることができました。HCJB リスナーの集い Zoom 版、今日はその第2回の全般をお届けいたします。それでは皆さんこんにちは。お疲れ様です。どうも本当にご参加いただいてありがとうございました。まあ、今回はね、なんといっても電波新聞社からね、ラジオの制作、そして記念特大号2020年、これが出たばかりなんです。これを実際に手掛けてお作りになった方が電波新聞社から今日は来てくださってるんですね。まず大橋太郎さんからお話をねお伺いしてみたいと思うんですけれども、大橋さんとの出会いは BCL ブームが起こった時に、私たちが日本に帰国して羽田空港に当時は着いたんですね。その時が初めての私とラジオの制作の出会いだったんですよ。この写真をね、羽田空港で撮っていただいたんです。ラジオの制作のこの本を持たされて、尾崎さん笑ってください、嬉しそうな顔してくださいって、それが次のラジオの制作に
グラビアに出たんですね。そして私はその下にメモを書いたんですけれども、BCL の皆さん、ただいま、とうとう会えますね。何でも話し合いましょう。誰でもいいです。素敵な君たちのアイデアや君たちの声を聞かせてください。この頭の文字を取ると、あんですの声になるように、うん、頭をね、絞って考えて、で書いたあのメッセージなんですね。で私はほら、BGL ブームの頃は、あの一生懸命南米の方で南米人たちに日本語放送してましたからね。だからあまり日本のことを知らなかったんで、ラジオの制作のことも知らなかったんです、本のこと。で雑誌を持たされて、写真を撮られて、そしてこれを出していただいてからは、毎月アンデスの声のいろんなニュースを雑誌で出してもらって、皆さんにアンデスの声を PR してもらったんで、もう大橋さんには本当にお世話に今もまだなってるんですけれども、まあ、山田先生のご紹介でね、まあ、当時、まあ、私も、もうね、お互い若かった、もう一生懸命その BCL 海外放送を聞くことを、あの子供たちにやってもらいたい一心でですね、もう日本中先生も引っ張りまして、どうもすいませんでした。どうも、本当にね、山田浩二さんが小沢さんのスケジュールは新幹線並みだねって言われたくらいに、いろんなところであの集会をね、持たせてもらって、だから もちろん秋葉原 の電気街の店は全部しらみつぶしに、で仙台にも行きましたし、デパートの屋上 の集会場に並んでるんですよ。でそこであのちょうどフジテレビがエクアドルにアンデスの声を見たという30分のドキュメントの、それをですねずらーっと並べたテレビでみんなが見えるようにしたものだから、まあ人が詰めかけてですね、すし詰めになって大変な騒ぎだったんですね。本当にあの SJB の PR をさせていただいたし、リスナーの皆さんとお会いする機会を与えてもらいました。その中で一番すごい